木下マイスター東京の和江健太です。木下マイスター東京の及川瑞稀です。2021-2022 シーズン、皆さんの応援のおかげもあって優勝することができました。ありがとうございました。ありがとうございました。 T リーグ冠スポンサーでもある小島さんから優勝商品のポイントとして100万円分をいただいたので、これからゲストのマイスケと一緒に商品を見ていこうと思います。それでは行っていきます。今回、野島の商品を紹介していただく担当の矢田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、もうすぐ夏が来るということで、扇風機のご用意があるので、何かあるので、全部。というのが大きく分けて、電信モーターというものに2種類がございまして、クワテッドレスとかする場合だと低い方がいいかなとは。でもこれでいい。これにしよう。こちらでありがとうございます。すげえ、もうすごいすごいすごい。あ、これ運動しない人はこれ乗ったら確かに燃焼するわ。なんかストレッチとかにもなりそうっす。なんかほぐれるっていうか、これめちゃめちゃいい。予想以上にめっちゃ振動くる。これで、この上でそうやって、やば、汗かいてきた。汗かいてきた。これいいんだ。やばいね、マジで欲しいね。結構やっぱり首とか、まあ、あとは肩、肘とか、あともう腰も、まあ、全身ですね。足も一緒に。僕は首が結構、そのスマホとかも首いったり、卓球ってどうしてもこういう前かがみになるんで、首が結構きついんで、首が一番気持ちいいやつを選ぼうかな。今日ここに泊まっていくわ。いつもっていうか、今まで乗ったことあるやつってこうこれなんか腰とかばっかりなんですけど、これ腕もあるんで、卓球腕使うんで、なんかそこで取れる感じがします。これだとなんか全体的な重量感とかもありますし、これで昼休憩万能です。
寝ちゃいそうです。眠くなってきました。めっちゃいい。ソファータイプになってるんで、なんか部屋に置いてもなんかインテリアみたいな感じでいいですか。なんかいつもここに腕を置くのがあるんで、なんかちょっと違和感みたいなのがあるんですあ、でもすごい気持ちいいです。さっきのやつよりも優しいですね、ソフトな感じで、うん、ちょっと言わないのがさっきの動画結構見るからにあれ一番いいそこでオーラ出てる、オーラ出てる今いろいろ試していただいて、後ろに揉み玉ってあって背中押してくれるやつがあったんですけど、マッサージ師の手の動きを計算して動きになってるので手まであるので、で、これ足の裏まであるんですね、はい、タッチパネルで操作ができます簡単に全身マッサージできます。標準これ今寝ていただいて、腰の位置とか肩の位置とかをセンシングして合う位置に、あ、そうです、今もう頭が上がってきたと思う、おぉ、すごい。足の裏まで。あ、そうです。おぉ、すごい。あ、確かになんか普通のは、もみ玉でなんか、点でマッサージって感じなんですけど、これは、人の手みたいな。あ、そうです。全体にこう、揉まれてるって感じで。もうすごい。これ見ての通り腕もしっかりやってもらってるんで。で、やっぱ人にマッサージしてもらうと腰は腰だけみたいな感じなんですけど、これ肩と足裏位置とか腰と手とか2箇所ぐらい一気にやってくれるんで、すごい面白い。全然違うね。足の裏があるっていうのが一番いいかも。練習終わった後とかさ、足の裏めっちゃ疲れてる。これ首めちゃくちゃいい。あのスマホ首の人には持ってこいのマッサージ機。いやもう。もうこれで決まりですね監督からしっかり調べて一番高いのって言われてたんで、もうこれだったら多分監督も満足すると思います。え、これ一番最高級ですか。もうこれに決定だと思いますあの全然違います、本当に。足裏もありますし多機能で、まあ疲れ絶対に取れると思います。これに決定です。ですね、サウナ大好きな監督です。第一印象はコミュニケーションが取りやすい。まあ、練習の時だったら細かい部分までアドバイスとか技術指導、あとまあメンタル的にも
結構指導してくれるので助かってます。まあ、一番好きなのは僕は、まあ、最近出たあのステーキ丼が一番好きです。あのカレーのやつですね、肉が入ってるカレーのやつが一番好きです。いや、あまりそこまで意識して食べてなかったです。僕あんまり話したことがなかったんですけど、木下に入ってからなんかすごい、なんだろう、あの僕らとなんかあの目線が同じ手がなんかこうノリよくすごい話しかけてくれるんで、すごい助かってます。川崎卓球を自分の中で正直もう言うことなくてパーフェクトなんですけど、まあ唯一あげるとしたら、やっぱうなぎがメニューに出ればもう最高です。あのなんか例えばこういう優勝とかの後にお祝いみたいな感じで一回出てくれたら嬉しいです。あーでも、あの日本じゃなくて海外旅行、まあハワイとかに行きたいです。ハワイ行ったことないので。日本だったらまあ沖縄に行きたいです。これからお会計したいと思います。ナイスケー、ありがとうございます。かしこまりました。今日案内していただいた矢田さんにお礼としてユニフォームをプレゼントしたいと思います。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました、今日は東野監督の要望通り最高級のマッサージチェアを購入することができました。店内もすごく広く、まあ、いろんな商品を見ることができました。まあ、その中でも高級なマッサージチェアを体験することができて、まあ、今日購入いたしました。これから毎日乗りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。